僕はフィンランドのプロサッカー選手。今日は練習の日の一日を紹介します。朝起きてすぐ日光を浴びながらプロテインを飲みます。その後朝食を食べ、日本にいるトレーナーさんのパーソナルトレーニングを受けます。トレーニング後はシャワーを浴びてランチはチームが提携しているレストランで食べれます。練習は夕方からなので、それまでの時間に英語の勉強などをしています。英語難しい。夕方からは練習へ。この日はキャプテンのトミーが結婚し、ケーキを持ってきてくれました。海外では誕生日などの祝い事は自分でケーキを持ってきます。余ったケーキを食い漁る先輩はじき。トミー結婚本当におめでとう。クラブハウスに自分の名前をマーキングして帰りました。帰り道の湖に可愛いカモや小さなリスなどがいて心が和みました。ピグレット。家に帰ってアイシングをし、一日が終了します。最近のフィンランドは日が降りん。